ス特化塾の黒部です。今日はですね、3月18日深夜2時14分ですね。いつもの時間よりだいぶ早いんですけども、今日は講義付きでお届けします。タイトルはですね、すぐ使えるヒゲの後の退勤ということです。ヒゲっていう概念が FX にあるんですけども、そのローソク足がですね、ヒゲを出す場合なんですよ。で、今日はね、すごくわかりやすいんで、ぜひね、マスターしていただきたいと思います。マスターというよりもね、本当わかりやすいんで、マスターってほどでもないですけどね。まあ、ご存知の方も多いと思いますけども、これがわかれば、負けることがね、かなり少なくなって、勝ちの可能性が非常に高くなりますんで、今日はね、楽しみにしておいてください。では、まずね、振り返りからいきますね。昨日の朝、10時18分の段階なんですけども、私こういうのをね、Facebook に上げました。エントリーポイントっていうのが一番下のカッコ緑ってとこにあります。そこでエントリーしたんですよ。で、そのエントリーした時っていうのはロスカットラインっていうのがですね、この辺にありました。で、この辺にあってリスクリアード 3.1 で組んでたんですよ。でも赤い線がグググと上に出てますよね、3本出てますよね。で、短いのが 1,2,3,4 本ぐらいあります。一番右の方ですよ。で、グーッと上がっていったんで、ゼロラインっていう風にして、そのロスカットラインをね、ここに設定し直したんですよ。グッと上上げて、ちょうど一番右側の陽線のヒゲのちょっと下の方ですね。で、そうすると何が起きるかっていうと、テイクプロフィットラインは動かないわけですよ。テイクプロフィットラインはここですよね。でもロスカットラインはもうすでにロスカットされてもプラスになるという状態が作れてるんですよね。ほら、この分だけプラスでしょ。だから負けのない戦いがここから始まっただけなんですよ。で、私がなんでこれをしたかというと、こういった形でね、サポートラインができて、そこから赤いラインが連続して突き抜けて上の方にね、向かっていくっていう図が、これいつものパターンなんですけど、あったんで、もうこれはね、もう相当なことがない限りはロスカットの方に向かわないと思ったんですよ。で、これを組みました。で、夕方ですね。夕方こんな形になりましたね。すごいでしょ。どこを指したかというと、こういう風になって、結局こういう風に上がって、で、ヒゲを出してね、ここまで私はがめついたわけですよ。分かったわけですね。ここでだから30何万だったかな、まあ30万ぐらいですよ。もうちょっと30数万だったんですけどね。で、その後落ちていくんですけども、このサポートラインがあるでしょ。サポートラインがあるんで、ぐーっと落ちたんですけども、またね、ここで入れるわけなんですよ。まあ入ってないですけどね。私も昨日は有頂天になって外出しましたんで、で、また下がったんだけども、結局またこのサポートラインでエントリーすれば利益が取れるってことですよ。で、夕方16時頃この図を確認して、ああ間違いなかったなと。その後もずっとね、もう右肩上がりでいいんですよ。この線を大きく破るまではずっと右肩上がりなんですよ。だから下がりはエントリーして、下がりはエントリーしてっていう形ですよね。さあ、それでね、今日のヒゲの講義になってきますけども、まずはね、これデイリーです。デイリーを見てみましょう。深夜2時ぐらいのデイリーですね。ヒゲが大きく出た後っていうのは、何が起こるかというと、ヒゲと反対方向に動くんですよ。ここにもヒゲ出てますよね。ヒゲと反対方向に動いてますよね。ここにもヒゲが出てます。ヒゲと反対方向に動く。もうこれだけです。ここにもヒゲ出てますよね。ずいぶん前ですが、これ。この後動きどうなってます？ヒゲの後でドーンと落ちてます？落ちてないですよね。上がってますよね。うん。これも当たり前なんですよ。ここもヒゲ出てますよね。もう本当にね、わかりやすいですよ。ちっちゃいヒゲだったらいざ知らずなんですけども、ちっちゃいヒゲだったら横ばいとかあるんですよ。でも、大きなヒゲが出ると、まあ、右肩上がりになるんですよ、その後。で、次4時間見てみますね。4時間は、すごくわかりやすい。きっかけが、こういう風に出てます。これ、黄色いところで、やってますけども、下ヒゲが集まってるでしょ？うん。短いローソク足でも長いヒゲが出てるじゃないですか。で、長いローソク足にも、長いヒゲが出てますよね。ということで、ぐーっと落ちてきたのが、これだけのヒゲが集まると、もうね、上昇に向かうしかないっていうことなんですよ。こういうふうにね。で、このサポートラインがあるわけなんですよ。で、移動平均線も上の方に向かってますよね。もうとにかくね、上昇する
竜が反れまくってるんですよ。で、ここにもヒゲが集まってます。その後どうなってます？ヒゲが集まったら上昇ですよね。で、ここにもヒゲが集まったら上昇ということですね。わかりやすいでしょ。で、落ちていっても落ちていってもやっぱヒゲがあるんですよ、ここで。上昇です。例外ありますよ、例外は、ね、よく見てみるとここはヒゲが出てるのに陰性になってるんですよ、下がってるわけですよ。こういうのもあります。だから 100% ではないですけども、ヒゲが出たらとにかくヒゲと反対方向にエントリーすれば4対6は最低守れるんですよ。7対3とか8対2と言ってもいいですよね。で、同じように上ヒゲが出ていたら今度は下の方に向かいますからね。わかりやすいのがこれです。下の方に向かうと、まあ、これを覚えておけば大体勝てますね。ヒゲですね。これがあと1時間ですね。1時間はヒゲではないんですけども、テーマとしてのあ、ちなみに転換を迎えたヒゲの集まりはここです。これを見てダウントレンドからアップトレンドに向かうなっていうふうに軽く思うわけなんですよ。で、右肩上がり、ここサポートライン引きましたよね。引いてからというものを、サポートライン引いたのはここがきっかけになって、ここで確定してサポートラインを引きました。その後はずっと右肩上がりなんですよ。だから買いで入ればもう負けないんですよね。これがだから1時間です。ちなみに15分も見てみましょう。この辺になってくるとヒゲとかあんまり関係なくなってきますけどもね。で、サポートライン引けてるでしょ。ということはこの線に触れたり、この線を割って下の方に行った瞬間に買いエントリーすれば、その後は利確できるってことなんですよ。で、ロンより証拠でしょ。ほら、こっから買いで入ったら勝ててますよね。ここでも勝ててますよね。ここでも勝ててると。これ今までも何回も出てますけども、このサポートラインを触れたら、もしくはサポートラインを超えたら、エントリーすると、そっちのエントリーした方向に伸びていくんで、全てが利確できるわけですよ。まあ私は外出したんで、昨日はもうね、早々にだいぶ勝ったんで外出しちゃいましたけどもね。まあこういうふうにヒゲなんですよ。ヒゲと反対方向に買えば大体勝てるんで、一番簡単なフォーメーションと言いますかね、フォーメーションとは言えないんですけどもね、フォーメーションってのはダブルトップとか3度のことですけども、なんかそのね、ヒゲっていう概念だけで、まあもうね、負けはなくなるんですよ。うん、少なくとも4対6でやっていけます。うん。で、見ていただいたらわかるんですよ。こういうチャートをね、見ていただくと、ヒゲがあった後ってどう動いてるってことなんですよね。特に大きいヒゲとか、ヒゲの集まりとかっていうふうに考えてみてください。大きいヒゲの後は、そのヒゲと反対方向に動くんだなって思っておけば、うん、だいぶ見えやすくなるんじゃないですか。で、ヒゲが集まった後はどうなるのかなってことを考えておけば、どうなるのかな、わかるんじゃないですか。まあ、今日はね、そのヒゲですね。ヒゲの後に大金があります。ということで、今日もね、ヒゲの概念をお伝えしました。久しぶりですね、ヒゲの話したの。はい、以上です。